ロッホは季節により現れたり消失する湖の一種でアイルランドの石灰岩地域の内主にシャノン川異星にあるトゥールトゥーに設備地がつき乾いたを意味する設備地の綴りは誤ってロッホと記したりその意味する湖と取り違えることがよくある周辺の地形はアイルランドのカルストであるほぼアイルランドにのみ分布するがイギリスには唯一 ウェールズのランデーロ郊外のサーニとカーメルにパンとワイリンという水辺がある。強い関心を寄せる研究者がいて、地形学者はトゥーロフホの形成に、水門学者は氾濫する原因に興味を持ち説明しようとするし、植物学者はよそにはない固有の植生を調べ、動物学者は関連する動物を研究する。キャロンのトゥーロフホ。ウッテンの影響で水位が上がった状態パンとワイ。 リン・トゥーロッホは、アイルランドの中央定地でも主に、シャノン川の西、ゴールウェイ、クレア、名誉、ロスコモン各県に分布する。その他、県レベルで、リムリック、スライゴ、ロングフォード、コークなどでも見られる。北、アイルランドには、ファーマナ県エリーロジフホレストに近いルースキー、グリーン、ファードラムの3つだけ確認され、アイルランド東西北にあるトゥーロッホとして、 ラムサール条約及び価格課題特区の指定を受けた。ウェールズ南部に全室のパンとワイリンがある。ほとんどは秋、通常は10月に水が満ち始めると4月から7月の頃に水が抜ける。ただしバレンには大雨が降るたびに数時間後には淡水する箇所がいくつもあり、何日かすると再び乾く。一部は海の潮位に反応する。 ゴールウェイ湾から内陸5キロメートルのカフラブリソン、ラフは毎日24時間ごとに2回、淡水して再び水が空になる。水深は多くの場合は2メートル内外。はるかに深い例はコート郊外に複数見られ、真冬に5メートルに達する。面積も大小あり、アイルランド最大のラハサネ・トゥーロッホはゴールウェイ県西港にあり、面積はおよそ2.5平方キロメートル。 すべて石灰岩地域のカルスト地形にある理由は、雨粒が大気に触れて二酸化炭素を吸収すると弱酸性を帯び、石灰岩を溶かすためである。岩のひびや割れ目が広がると、やがて降水はすべて地下に消え、幅数ミリのひびから染み込んで、大きな洞窟状の水路まで流れていく。こうして、石灰岩はカルストに変貌する。シャノン川東岩は石灰岩層の上に、 最終表記の表が漂流物が厚く堆積した場所が多い。対照的に川の西岸では地層がほぼ石灰岩のみで構成され、表面近くの漂流物層も薄い上、地表に目立った河川系がない。これらの地域では、降雨は地下に吸い込まれ、岩の開口部を抜けて流れ下り、やがて離れた場所に泉として地表に現れる。この地域は西部に大きな泉が点在し、 これブことゴールウェイワンに注ぎ込む。冬季の地下水は上昇し、地下水の増加により、泉に通じる地下流路がさばききれない水量に達した場合、水は一時的に地表に溢れてトゥーロッフーを形成する。これらの地域にはいくつもの流れがあるものの、多くは19世紀から現在に至るまで入植者が排水した人工河川であり、しばしば複数のトゥーロッフーをつないで流れる。 例えば、クレア川の流れはその多くが、天然の流れではなく、中央にあたる部分はかつては巨大なトゥーロフホがあり、面積6.5平方キロメートルと、アイルランド最大であった。通常、水がたまるくぼ地の底に、水が溢れたり引いたりする特定の場所がある。実際に、穴や通路が、はっきりとわかる場合は少なく、一般には、 石が積み重なったへこみに見えるばかりで、真夏の乾燥期に場所を特定するのは簡単ではない。一部には、水位が下がっても泉が残り、別の場所のシンクホールから自然に排水するトゥーロフホもあるが、多くの場合は同じ穴から水が満ち、空になる。水源のタイプは、地表の川と細い流入河川、あるいは上昇する地下水がある。水は吸い込み穴から地下に流れ、 数キロメートル離れた泉に湧き再び地表に現れる。岩盤の種類に関わらず地下水は非常にゆっくりと流れる。カルスト地形の堆積流量は時速100メートル超と非常に速くなることもある。石灰石を構成する炭酸カルシウムは水が石灰岩層を通る時や加熱した時に溶け出す。トゥーロフホでも非常に似た現象が起こり、 地下を流れるうちに大量の炭酸カルシウムを吸収した水が上昇し炭酸カルシウムの白い堆積物が発生する最近は水が引いたトゥーロフ本の底の植生の表面に白っぽい沈着物が見られることがある水面に達し二酸化炭素を大気に放出したり植物の光合成に使われると炭酸カルシウムの堆積物が現れる 時には薄い紙のような特殊な白っぽい堆積物が出現する。この藻類の紙は暖かい天候でどんどん成長し、トゥーロフホが干上がった時、シート状に乾燥した藻類の長い繊維にこびりつく。トゥーロフホから水が抜ける天然の流れ、またはアースオーガーで掘り抜いた人工の穴を覗くと、植生、または霊感の層のもとに白色、または クリーム色の炭酸カルシウムの堆積が見つかることがあり、これをしばしばホワイトマールと呼ぶ。トゥーロフホのおよそ半分にドロカイドが含まれ堆積した時代は数千年前一年中水が氾濫していた時代である。ふかふかの草地は竹が短いスゲや野草類で覆われる。バレンを水没させる水位が達する最も高い地点は黄色い花が 魅力的なカラマツウの仲間の群落が示す。水がその次に深くなる場所には、スミレ属が繁茂し、珍しい青色のトゥーロフホバイオレットが1メートルもの竹に伸びて密生する場所もある。他に特徴的な植物は白山千鳥属とクワガタ草属。溶出するバイが他の種類を圧倒して繁茂するところは水没を示す。 水氷の中央値より浅い地域に該当する場合がある。沼地の近くに吸い込み穴がある場合、ミント、クレソン、ヒルムシロ属及び半陸製のノットグラスが生える場所も見られる。しかし乾燥機には、ただの岩の瓦礫状にしか見えず、黒っぽく乾いた水性の苔がこびりついている。トゥーロフホには動物がいないと誤解する人は多いが、カエルやイモリの産卵場所であり、 たとえ表面の水が乾いてもトゲオは地下の岩の亀裂に潜って生き延びることができる。エビとウオジラミも吸い込み穴に潜って水が干上がる時期をやり過ごし、魚が住まないところにも繊細なミジンコやエラーシズナの仲間の豊かな動物性があり、複数の固有種はアイルランドの他の場所では発見されていない。捕食者の魚がいない暖かい水域で生命は不可視急速に成長する。 変形動物やカタツムリも、しばしば豊富に見られ、泉に、水が流れ込むところに住み、あるいは、湿地の乾燥する期間に身を寄せる。ラハサネのトゥーロッホは、アイルランドで最も重要な鳥類生息地として、アイルランドの国のリストに記載される。代名詞ともなった、マガニや、オオハクチョウ、タンスイカモの仲間やコガモが暮らし、冬には、多くのシギが集まる。 クールパークと共に重要野鳥生息地である。手つかずのトゥーロッフォは毎冬、地下水が溢れるたびに、石灰分を豊富に含むシルトを放牧地に供給し、牛や羊、馬の放牧に適した夏の草地を提供してきた。しかし冬の洪水を、ただの無駄とみなしてきた農業従事者は、土地利用が一年を通じて、行えるように排水する手段を試みてきた。一般には、 表面水や地下水の流入を妨げること、水を抜くことを目指し、人工の水路を掘ることが行われ、政府も補助金を出し、しばしば主要な排水路計画に組み込んできた。アイルランドのトゥーロフホの実に3分の1には、排水路がつき、毎年さらに工事が進んでいる。環境への影響は、非常に深刻で、季節性の一水で保たれてきた環境固有の動植物は、 生き残れない恐れがある。排水路の経済効果は期待したほどの利益をもたらしていない。天然の石灰シルト供給が止まると土壌の栄養が貧弱になりわざわざ肥料を施す手間や経費を生むことを意味する。また土壌の成分が単調になった土壌は冬の間動物が入ると氷土流出に耐えられなくなる可能性がある。ありがとうございます。